お疲れ様です。ラットです。というわけで、今回もクラッシュロイヤルって言うんですけど、今日はね、こちらのロイフグ使っていこうかなと思います。で、マルチね、やっていこうかなと思います。はい、ホバですね。マジアチホバのロイフグで、まあ今280位で、さっき73行ったんですけど、まあ、この辺、ちょっとうろちょろしてる感じですね。で、まあ、このデッキなんですけど、まあ今、ボムタワーが若干流行ってるのと、まあ、あとはなんだろうね。メガナイトがいて、っていうかもう地獄みたいな環境なんですけど、意外とボムタワーにもメガナイトにも勝てて、まあきついか、言うてきついんですけど、あれっすね、昨日多分焼き鳥が上げてたんですけど、世界1位から世界4位がみんな一緒のデッキみたいな。高回転ジャイですね。マジアチャジャイかなみたいなのが今めちゃくちゃ流行ってて、まあそれに対してもう勝ち確ぐらいですね。本当に相性が良くて。なんで、ソロを弾けたら、すごい美味しいっていう感じですね。さあ、ディガース系ウォールブレイカーなんで、その餌ジャイではなさそうですね。A、相性悪そうな、ウォールブレイカーかなーって感じの気配がしてるんですけど、最近の、この、クラロワの傾向って言いますか、なんか流行りっていうのがですね、あれなんですよ。中型スペルが結構ないんですよね。今回の相手も雪玉だけなんですよね。なんで、よいしょ。雪玉だけなので、このマジアチャがね、やっぱこう延命できるっていうか、ホバとかを処理できる相手ユニットが意外といないんですね。ホバですね。ホバがいい味を出しています。あは、俺のマジアチャ抜かれたけど。なんで、このホバをね、こう生かしていきたいなと思います。いや、美味しい。ホバゲーですね、今の環境なんですけど、ホバに合うカードと言いますか、デッキっていうのが、まあラバとかロイフグしかないわけなんですよね。多分他のホバ見たことないんで。あ、ミニペちょっと遅いですね、この年がいい。さあ、このホバが相手は苦しい。さあ、ミニペッカもさあ一発、いや、いいタゲがいい。もう一発、して惜しい。まあまあ、これウッドでやれますね。しかも、あ、やれねえか。ウォールブレイカー裂いたからと思ったんですけど、ディガー来たらちょっと厄介ですが、オンゲイ。あ、打ってない。ウッドちょっと早かったですね。なんで、ホバとマジアチャも、アイゴレホバマジアチャで攻めるイメージですね、僕としては。これ、ウェーブ来たら6じゃん、5打ってもいいか。まあまあ。さあ、相手はスペルがないので、永遠に後ろから僕は出しますね。で、これちょっともう、厄介なんで、ちゃちゃっと処理して、さあ、ここはウッドとスケで完封できますね。さあ、このアイゴレもう、ロイフグ出さないですね。ロイフグ出してもボムタワーでアド取られてしまうだけなので、出さずに、さあ、マジアチャがいい味出す。さあ、このホバーの処理もだる。相手はコウモリ出したいけど、さあ、マジアチャがいることによって出せない。まあ、こんな感じですね。本当に。ウォールブレイカーはウッドプラスのスケですね、ディガー来たら。これスケだけで許容して、これワンチャン射抜かれるか。オッケー。あれ多分無視できそうっすけどね。さては。バルキリー咲いたんで、相手結構かけてますね、この攻めに。僕はここを守りきれれば大丈夫そうですね。さあ、残り420なので、ファイブウッド系で終われそうですね。はい、グッドゲーム。さあ、こんな感じで、最近流行りのウォールブレイカーには、多分ロイフグ一回も出してないんですけど、ロイフグは出さずに、はい、行きたいですね。まあ、で、餌のジャイ来たら勝ち確で、あとは、このデッキのホバの強みっていうのが、あれですね、クロスかな。普通にアチャ型のファイボですらクロスには、本当絶望的なんですけど、遅延型あるじゃないですか。よく、ま、見かける、アイスイズテスラトルネとかのかな。そう、結構防衛固めの、あれめちゃくちゃ硬いんですけど、ホバに弱いんですよ。遅延クロスってもともとメガゴだったのに、そこの枠がテスラになってるんで、こう、遠距離のというか、ホバを殴れないんですよね、なかなか。なんで、ホバがね、そういう、なんか、意外なメタになってるって感じですね。今の相手とか。よいしょ、影で。ホバのおかげで、ちょっと勝ててるまであるんで、ホバリングはね、ちょっと今来てると思いますね。タルババヤリゴブか。タルババヤリゴブはわかんないっすね。あんま見ない。迫撃？迫撃だったらウッド説もあるんですけどね。さあ、
リトルレンさん、ディガー当ててゆく。迫撃ディガーかな。ワンチャンコウモリ来たら速攻マジエチだけど、なんだアイゴレ、アイゴレ、いやわかんねえ、ちょっと待って、本当にわかんない。ホバとりあえず流してザップ、いやファイブあるかな、ちょっといっちゃいます。しちゃったかなこれ、やばいかも。あーなるほどね、あーなるほどね、そういう系ですね、僕の嫌いな苦手なね。来ました、もう一回同じですね。これヤリゴブとコウモリ、ヤリゴブが若干厄介かな。さあ多分相手はスペルがないと思うんですよね。またこれ一発なんで強要しましょう。マジアチャグって一発、一発入ってないやつだ、ポイズンかワンチャン。いやこれはねいいな、これこれにホバつけて、さあこのホバがやっぱうざい、コウモリでしか処理できなくて、ここを突破してあげると、おこれフチル、フチルナイス、あ惜しいですね、フチリ具合。これあれですね、多分コストない、ラッディン予想だとコストがないので飛ばしたんだす、あ間に合っちゃうんだよね。まあそういうことなんですよね。はい、もうロイフ一生使いませんよこれ。ロイフデッキなんですけど出さない方がいいですねやっぱ。で多分なんですけど、えマジこのタイミングで来る、これはいい、いいファイボ、ディガーにもバルーンにも当たる、オッケー。という感じで、さあ延命できていいですね。からの、あ置いてやってるやってるやってる、でもやりこぶさいてるから陸撃もない、うわうまい、うわそれうまい、うえい、回転が早いですね。なかなか最近ちょっとバルーンも増えてますね、もうバルーン環境と言っていいぐらいボムタワーバルーンが増えてますね今。これちょっと早めに溶かすか、うわーよくね、やばいよくね、やばい、まあ一発か、一発なら耐えですね。ホバマジアちゃおう、ワンチャンいけるかな、ワンチャン突破できる、本当のワンチャンス、あーうまい、これアイゴレでタケ取ってますね今、見ました、めっちゃ防衛してくるな。さあ芋にいますか。さては僕はこっちサイドに攻めてきてるんで、こっちサイドを攻めさせないようにしてガン芋でいきましょう。ちょっと面白いバルーンの形ですね。さあ拾う、そこのマジアチャ延命できませんが、ここのマジアチャで削り、さあいやいい流れですよ。さあボムタワーを裂きました、これもまたいい流れ、ここでタルク多分来るんで延命してあげて、さあもう一回ここで後ろからですね、オッケー、いや追いついてきてますよ、ワンチャン相手がしてくることは逆サイとかかな、あーシンプルに嫌だ、シンプルに嫌ですね、バルーン飛ばされるだけしんどいですね。佐藤やばいやばい、耐える、いやこれはねマジアチで削って最後のミニペで仕留めます。延命しろ延命しろ延命しろ、いやワンチャンいる、はい、これなんかのタイミングといい感じにすれ違ってロイグ入る、あロイグやっぱりつかない方がいいですねこれ、ワンチャン、いやマジでワンチャンがありそう、本当にワンチャンがありそうで、なんか勝ちたい、マジでワンチャンがありそう、えめっちゃありそう、ミリベ、お使った使った、お待ってファイブ圏内、ファイブ圏内来た、すげえすごくね、正直俺負けたと思ったんだよね。え、やばくね？これ。結構やばいっすよね。最後なんで200まで行ったんだろう。めっちゃ相手のタワーあったイメージありましたけど。いや、でかいですね。いや、これはでかい。これでかい。73来ましたね。7315。さ、200いい。さ、ラスト行きますか。最後の、なんだろうね。たミニペックが、たまたま一発入ったのか、ホバリングが陰で殴ってたのか、マジアチャが気まぐれで撃ってたか。まあ、みたいな感じっすね。ロイフグ、ちょっと本当に出さない方が良かったっすね、最後まで。途中出しちゃったけど、出した分、ボムタワーでエリアード取られて、ちょっと苦しんでましたね。出さなかった時に、やっぱ相手が途中でボムタワー使ってくれたりとかがあったんで、そしたら、ボムタワー咲いた後にロイフグ飛ばすとかあると思うんですよね。これ結構他のデッキでも、使えると思いますね。
例えばバルーンデッキ使ってたとして、今相手もバルーンデッキだったんですけど、バルーンなかなか飛ばしてこなかったんですよね。なんでこう相手対抗多いなとか思ったら、バルーン飛ばさずにディガーでいっぱいこう削って、ディガーないとまた違うんですけど、ディガーでいっぱい削りつつ、こう相手がめっちゃ対空裂いたなとか思ったらバルーン飛ばすみたいな、ずっとこう待ってもいいと思うんですね。無理にこう主力を無理に出す必要がないって感じですね。サブユニで結構攻めていって様子見てって感じかな。さあダクヌーネボンバーゴレですね。ゴレはちょっとしんどいですね。形組まれた時になかなか止まんないんですよね。なんでちょっとういちょっと怖いですが、もう削っていきます。でこのマジアチャを無視されるの嫌なので形組んで、おまあ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 、これでタワー折れませんが、まあまあ削るでしょう。でゴレに対してホバがすごい活躍しないんですよね。これむずいですね。でもボンバーかなんか来そうなんですよね。やべ、これエイムが悪いのと、いやこのファイブすげえカスですね。ちょっとやばいですね。ここ一回落ち着いて、あミリペから殴りたかった。いやちょっとこれあれっすね、僕の防衛力がすごい、ちょっと僕の防衛力がすごいあれでしたね。良くなかった。まあスケートアイゴレがなかったのがちょっと苦しかったんですけど、どうにか回してもよかったかもっすね。さあここでまたゴレ展開が来てっていう展開まではわかるんすけど、止められそうにないっすね。あーボンバーが苦しい。さあさあ、なんかまあ気づいたらっていうか、なんかあれっすね、時間経って普通にうんって感じになりそうだな。これどうにか追いつきたいっすね。ここで行っちゃって一本折れることができれば全然可能性はあると思うので、さあ圏内にまで来てるぞ。さあゴレは早めにミニペックから溶かしてくれて、でもこの辺にねあいつが来そう。ボンバー来ない。2600か、ここ防衛からですね。むずいね。あのボンバーがすごい厄介で、ベビーも範囲攻撃強いんで、これワンチャンタワーに入る。いやでかい、イモリつつなんすけど、ここでちょっと早めに溶かしつつ、オッケー、ゴレ早めに溶かしちゃった。あ、待って、ミニペッカー、ミニペッカー違うよ、君、それは。さあ、一発ここ受けて、受けてるのあんまよくね、ライトニング来そうだな。ライトニング来る。受ける。で、これ飛ばしても、ボンバーが最強なんですね。ボンバー取るんで全完封されちゃうんですね。そうなんですね。一回待って、一回落ち着いて、相手も分かってますね。これは陸がいない説があるっすね。で、これベビーの竹取って、さあ、トルネで持っていくが、うわぁ、持ってこられる。さあ、入れなければ。あ、ファイブで終わる。来た！危ねえ。結構やりますね。グッドゲームだ。ちょっとね。ゴレは、むずいですが。さあ、こんな感じで今季最多更新しました。意外とね、いいですね。ボムタワーがほんとしんどいんですけど、ボムタワーにさえなんとかいければ、それ以外は結構相性いいのが多めだと思うんで、ちょっとね、これも皆さんよければお使いください。というわけで、トラゲ今シーズンあと何日だろう、もうちょっとしかないですね。頑張ります、4日。はい。というわけで、お疲れ様でした。バイバイ。